誰かからモバイルポータルに着信ですね。大変だよ。え？この前やめるしあってどうやっているの？それ俺聞いたよね。勝手に開いたり閉じたりする扉はもうないはずだよ。アンセム倒して閉じちゃったからね。王様とリクにも聞けないし。だから俺聞こうとしたよね。闇の世界への扉は王様が開いてるんだよ。え？そうなんだ。じゃあ、いけないね。鍵が導く心のままに、俺の心に従ってみるよ。どこに続いてるんだろう。ちょっとでもいいよ。あざ、うん、急ごう。そら、わかった。ここに何があるって言うんだ？キーブレード？ずいぶん古いね。どうしてこんなところに。鍵が導く心のままに。これが導いてくれるのか。扉だ。くそ。俺一人で行く。闇の世界は二人も分かってる通り危険だ。ダメだよ。ダメだよ。そうだよ。三人で一人前なんだ。王様とリクでさえ危険なんだ。もしもの時誰もいなくなったらどうする。ドナルドとグーフィーがみんなを助けなきゃいけない。ここで全員に何かがあったらみんな困るだろ。そりゃ、よし、おらん。僕らだって危険な場所にそら一人で行かせたくないよ。ありがとう。でも俺は大丈夫。必ずリクと王様を助けて戻るから、俺を信じて。無茶はしないでね。絶対帰ってきてよ。あ、
キーブレード。あ、その声は。ミッキー、遅かったな。アクア、どうして。お前たちは私を見捨てた。この暗黒の牢獄に私がいると知りながら十数年も放置したんだ。ごめん、僕のせいだ。この最果ての闇の海にたどり着き、助けが来るのをひたすら待ち続けた。しかし助けは来なかった。キーブレードを失った私はもう後に戻り、ハートレスと戦う術もなかった。だからここでひたすら待つしかなかった。お前たちにこの孤独が理解できるか、不安と恐怖が理解できるか。心の奥底に閉じ込められた存在の悲しみをお前たちにも分けてやろう。その必要はない、間に合っている。お待たせ。
よくここが。これが導いてくれたんだ。リクは王様を頼む。あとは俺がやる。わかった。もう終わりなのね。アクア、ソラ、アクア、アクア、
アクア。アクア。あなたたち。よかった。気がついたようだね。ミッキー。ここはデスティニーアイランド。そうだよ。闇の世界のデスティニーアイランド。光の世界に戻ったんだ。おかえり。おかえり。よかった。静かにしろ。だってさ、なんで俺なんだよ。正式メンバーにこんな話ができるわけないだろう。ひどい。補欠だからってバカにして。私も補欠だ。あ、静かに。でもさ、正直なところみんなを裏切るの怖くない？バレたら絶対ただじゃ済まないしさ。そもそも俺に何の得があるのよ。償いだ。え、何の？我々研究者は元はといえば人々に役立てたいと願って研究をするものだ。その気持ちをいつしか見失っていた。私の研究が彼らのためになるなら、それを償いとしたい。俺研究者じゃないから。あ、ちょだからさ、俺関係ないし怖いし、そもそも俺とビクセンってそんな絡みないよね。仲良くもないよね。昔からの知り合いでもないし。わかった。まあ待て、え、嘘でしょ。本当だ。この計画の首謀者は彼だ。どうなってんの？彼もまた償いだと言っている。正式メンバーがゆえに自らは動けないがね。だからこうして私が動いているが、今回の計画で私の裏切りが気づかれるかもしれない。そこで私とのつながりが薄いお前にも手伝ってほしい。戦ったりしなくていいんだよね。ああ、何より誰かの代わりではない、うん、じゃあ俺向きかもな。イエス、俺向き。心の再形成はある程度可能になった。あとはやはりその器。しかし人間の体など手に入れられるものではない。やはりバックアッププランしかないのか。でもそれでは本当の意味での解決に。ああ、ついたついた。ここか。あなたはデミックス。いやー、ゼクシオン久しぶり。よっしゃ、人間のがやっぱりいいのかな。俺はまたノーバディに戻ったけどさ、
なんかうまいこと言って騙された感があるんだよな。後でどっちがいいのか聞かせてよ。なんですか急に。ああごめんごめん、そういうんじゃないんだ。今回は俺向きの頼まれ事があってね。俺ってノーマークらしくてさ、大事なものを運ぶのには最適らしいんだよね。じゃじゃーん。賢者アンセム様。おお、久しぶりだなエンツォ。まだ幼かった私はあなたが暴走して消えたと聞き、まんまと信じ込み彼らの仲間になってしまいました。本当に申し訳ありません。お前もまた償いをしようとしているのだな。いいんだエンツォ、私こそ恨みに取りつかれお前たちのことを何も考えられなくなっていた。許してくれ。話先に進めていいかな。実はビクセンに頼まれて、まずは一体だけ用意ができたから賢者アンセムとゼクシオンに託してくれって。うつお